本日はね、吉貝大学2時間目です。まさか2時間目があると思わなかった。2時間目があると思わなかった。まさかの2時間目ですね。はい。で、前回は、前回1時間目の授業では、僕らがよく使うブレーキレバー、SS6 の歴史や名前の由来を勉強しました。はい。で、この2時間目は、引き続き吉貝さんの歴史に触れつつ、もう、アヘッドセット、誕生ビアについて勉強していこうと思います。あ、やばい。アヘッドセットってあれ？要するに今あるクリス・キングとか、フィルウッドとかの、誕生ビア。アヘッドセットそうアヘッドの方式ということですねそうですねはいこれは気になりますすごいですね久しぶりだからあそうですねで前回の授業のおさらいからいきましょうか、はい、僕たちにとってなく取ってなくてはならない吉貝さんは1930年頃に鉄工所からね始まってその後自転車用リムブレーキを作り始めたと伺ってますはいで海保君ちなみに大阪のどこから始まりました吉貝さんは場所これは復習が必要ですね。わかりません。はい、じゃあシャミ君。これは天王寺ですね。天王寺。なるほど、はい、なるほど。正解です。あはい、現在は吉谷さんね、門真市に移ってるんで、はい、創業が天王寺で、今は門真市。天王寺なんだ。天王寺です。これまあまああれですね。ちょっといただいてる資料によりますと、天王寺動物園でおなじみ。もうさすがよく知ってますね。通天閣もここですね。そうですね。はい。で日本一高いビルでおなじみ、アベノハルカスもここですね。アベノハルカスもここじゃないですか。アベノハルカスも。多分僕そうですね。多分駅降りたらすぐです。あ、なるほど。あ、デジってことあるんですか。そうなんです。はい。で、まあまあ軽く復習もしつつ、2時間目に移っていくんですが、はい、じゃ早速いつもの黒板です。えいよババン、まあ、まあ前回同様、黒板に書いてある文章からこのハテナの部分をみんなで埋めていこうっていう授業内容になりますね、はいうんまあ、最初は吉貝さんの歴史から触れていきましょうか、はい、じゃ早速聞いてみたいと思いますお願いしますはいまあ、1930年後これはさっきの僕が話したね鉄工所さんが自転車ブレーキリムブレーキの製造開始しましたとで現在のブレーキとは異なる仕組みでしたっていうのがありましてねまあ、なかなかちょっと穴埋めが難しいかもしれないですけど、ここ、何々と呼ばれ、鉄の何々棒でシューを引き上げ、リムを斜め下から押し付け製造するブレーキを作ってました。こことここ。一緒ですか？ここはですね、一緒です。一緒。一個埋めれたら。まあ、金子さんとか知ってるんじゃないかな。僕はね、すごくあれです。こち亀のりょうさんで馴染みが深いですね。あと魚河岸だね。築地だね。じゃあこれこう分かってますね、金子さん。じゃあ金子さんにいただきましょうか。これで俺間違ってたらめちゃくちゃだと思うけど。ちなみにちなみに分かる。いや、僕分かんないです。でも、ITは分かりますよ。あなんとなく。ITじゃあ金子さん。ロッド式正解です。あ、ロッド、ロッド。ロッド式と呼ばれる、ロッドと呼ばれ、ロッド式と呼ばれ、鉄のロッド棒でシューを引き上げ、リムを斜め下から押し付け、制動するっていうブレーキを作ってました。昔のリムって鉄製だったね。だから。ああ、そうですよね。そう。アルミだと削れちゃうから。はいはいはい、あのメッキのさ。めちゃくちゃ重い。金子さん言ってくれたみたいに、まあ、魚河岸みたいな、まあ、なんかね、映画の名前で言うと、オールウェイズ三丁目の動きに出てきそうな。あと、こち亀ね。こち亀ね。りょうさんのやつはあれです。りょうさんのやつはあれだ。りょうさんのやつはあれです。はい。りょうさんやってことですね。りょうさんや。りょうさんや、優勝の優勝を受けていましたと。いや、まあ、いいですね。かなり順調に埋まったんじゃないでしょうかね。はい。じゃ次行きましょうか。はいよ。戦後創業者である、はい、創業者である吉貝清和氏が戦地から復員、はい、これ戦争行ってたんですすごいですね。あ、そういうことなんだね。戦地から復員し、疎開先の東大阪にて本格的にブレーキ事情に関わる。で、1949年には会社組織となり、うん、前株吉貝の前身吉貝ホニャララ後株が誕生します。ここのホニャララ四文字。4文字かどうかまで、あ、まあ4文字ですね。漢字4文字。漢字4文字です、ね、漢字4文字。はい。え？あんま自転車乗って考えない方がいいかもしれないです。
吉貝正規工業。あ、でもそういう感じ。でも違う。はい、けど違う。なんだろう。機械工業。お。機械がなったね。機械がなった。機械。もうこれ吉貝機械。え？制作は違うか。あ、いや、合ってるよ。いや、出なさそうだな。ちょ、じゃあ、もう一個、もう一個だけでいいで、もう一個出たら、うん、あ、機械、金。金属。そうなんですよね。意外と機械、金属、ま、後株が誕生しますと。ほー、ちょっとこれメモさせてもらって、すいません、テスト出まーす。ほーい、はーい、機械、金属、機械、金属なんだ、はい。で、あの、まあ、補足情報としては、戦後すぐはね、あの、やっぱブレーキ、戦後は戦争終わってすぐブレーキ作るってところじゃなかったので、あのポン菓子ってわかります？あ、わかる。あのうさ、あの人参の、あ、わかる、人参ね。あれですね、人参の、あのお茶、がパンってやるとバーンってやるんですね。ポン菓子の機械を、製造販売して原資を稼いでたらしいです。へえ、すげえ。そこから自転車のブレーキをね、作るようになる。でもその頃からブレーキを作るつもりだったってことですね。そうですね、多分、おそらくそうです。それをやるためにとりあえずポン菓子を資金集めを作ってってことだと思います、で、すげーな。その後にリムブレーキにハンドルの生産が加わって、ホニャララブレーキに生産が移ります。まあ、今までこのあれだったんですけど、ホニャララブレーキに、まあ、この辺から読み取るともしかしたらすぐ出るかもしれないですね。感知ブレーキ、感知ブレーキ、センタープルブレーキ。それがですね、うん、なんとですね、うん、キャリパーブレーキに、あ、キャリパーブレーキ、キャリパーブレーキに、生産が移ると。で、その後にサイドプルブレーキも作るようになり、当時自転車のメッカである、大阪府堺市の自転車アッセンブラーのニューということになりますね。へー。で、なんかその頃はフレームのメーカーとそのアッセンブル会社は完全に住み分けをしていたそうです。別々だったってことですね。そうですね、はあ、まあ、僕ここにはちょっと書いてないですけど、やっぱそのポン菓子、ポン菓子テスト出しますね、うん、ポン菓子え、これで言うキャリパーブレーキって、キャリパーブレーキって言われていいの？そうですね。で、あの、いわゆる多分キャリパーのことだから、これ多分センタープルも入るんじゃないかな。まあ、あれですね、ロゴシマルと一緒で、そう、そういうの形を総称してキャリパーで、なるほどね。その後サイドプルブレーキも作るんじゃないか。サイドプルブレーキって、あれ要するにあれ V ってこととかだと僕は認識してます。そうだよね、そうだよね、はい、感知はセンタープルじゃない。あ、そっか、センタープルですね、はい、なるほどね、はい、まあ、そんなような感じの歴史、2時間目の吉貝さんの歴史はこんな感じですね。意外といきなりもうキャリパーブレーキまで早い。そうね、うん、まあ、でもあれだよね、要するにさ、スポーツバイクのブレーキを作るようになったと。そう、30年頃から自転車のブレーキ作ってる、すごくないですか。すごい、うん、すごいすごい。1930年だってもうほぼ100年前ですよ。生まれてないの。いやいや、それはそう、当たり前です。それはあんまし迫力なかったっす。そう、限定限定だ。そうそう、30年からもうあの自転車に携わってるっていう素晴らしい、ね、あの会社ですね。すごい、ね、で、まあ、歴史に続いて、これは、あの、次、後ろがありますね、相変わらず。アメリカのある不動産のおじさんから始まるの。さっき言っとけばよかったけど、基本このいただいてる事業内容は、うん、今の吉貝さんの代表である吉貝幸三さんからいただいて、うん、吉貝幸三さんからいただいてる情報なんで、うん、まあ、間違いない情報だと思います、うん、へー、はい、なのでね、あの、いただいてる資料に、なんかすごいあれなんですよね、なんか本当に物語を感じるっていうか、確かなんとかだったなみたいな感じの話口調なので、なんか、まあ、それもロマンを感じる。いいな、ね、原文後で読みてみたい、見たい。ダヘッドセット誕生日はですね、誕生日はすいません、誕生日はでいきます。日は、はい。で、まあ、アヘッドセットは約ほにゃらら年前にアメリカのある不動屋さんのおじさんからダイヤコンペ USA に持ち込まれた新しいアイデアだったそうです。すごい。この不動産屋さんのおじさんは自転車が好きだったってことですね。のはずでしょうね。あの、まあ、ジョン・レーダーさんだったんじゃないかなっていうような。ジョン・レーダーで、まあ、ここには、まあ、数字が入るんですけど、皆さん、アヘッドセットってどのぐらい前だったんです
それを想像しながら入れると早いかもしれない。30年だよ。お、近いっすね。35年前だそうですね。だから俺と同い年なんだ確か。お、違ったっけ。ため息、ため、ため、ため息。アヘッドセット同期。アヘッドセット同期。アヘッドセット同期。そう、同期。ため。同期でなんか、あるな。仲いいっすもんね。仲いい。すげえ仲いい。そう。で、そのジョン・レーダーさんからアイデアをそのダイヤコンペ US へ持ち込まれた。そうですね。アイデアを持ち込んだのね。アイデアを持ち込んだんですね。はい。なんか、友達いたんですかね。友達いないと持ち込まなくないですか。あ、まあ確かにそうだね。いきなり門叩いて、俺めっちゃいいの作ったから話聞いてみたいな。一緒に自転車乗ってる人がそのジョン・レーダーさんだったって感じがあるよね。はい。で、そう、まあ、知り合いだったか、うん、もう本当に飛び込みで来たのかは、うん、ちょっと覚えてませんっていう。あ、なるほど。で、ちなみにこのダイヤコンペ USA は当時はね、そのさっきあのシャミーが答えてくれた吉貝機械金属が 100% 出資してアメリカの現地法人だったそうです。まあ、その辺はね、僕もちょっと難しいことはちょっと今聞いてるの、へー、はい、そうそう、当時でまだアヘッドセットって名前じゃなかったらしいんですよ、うんうん、で、スレッドレスヘッドセットの原型となったそのパテントをそのダイヤコンペイ USA が何ドルぐらいだと思います。ええ、何十万、何万、そうですね、どんぐらいだと思います。想像がつかない、パテント代って。でもそれを作れるからね。あ、その形をまあ独占じゃないけど買うわけだから。あれ、メリオンダラーじゃない、やっぱり。メリオンダラー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 。ちなみにいくらだと思います？ね、1万ドルぐらい。お、1万5000ドルです、ね。あ、1万5000ドルか。はい、5000ドルです。1万5000ドルか。あ、現在で言うと大体200万円ぐらい。あ、当時は、260万ぐらいだったんじゃないかなっていう感じ。うん、はい、なんかそう思うと意外と安い気がします。まあ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 、どうなんでしょうね。まあ、当時の260万とやっぱ今の260万違うから、ね、違うと思うんで。でそれで日本の吉貝さんが当時の、ね、完全盛期にサンプル制作を依頼して、その頃にやっとアヘッドセットって名前がつくようになるらしいですね。だってアヘッドっていうのって日本しか言わないんだよね、実はね。言いますよね。あ、そう、スレッドレス、海外はもうスレッドレスっていうんで、そうそうそう、伝わらない、伝わらないってよく言う。で、名前の由来はある1個のヘッドセット、つまりアヘッドセットをアとヘッドセットをつなげたってことらしいです。へー、はい、アヘッドとかそういうあれじゃないんだね。アヘッドじゃない、うん、あ、そう、僕もね、アヘッドセットなんですね。アヘッドセット、はい、まあ、当然ね、商標登録も、うん、されており、うん、まあ、そのパテントが、まあ、20年で執行するらしいんですけど、うん、まあ、商標で、いわゆるトレードマークっていうんですかね、うん、は、まあ、現在も残ってる。アヘッドセットに対しての商標のトレードマークはまだ残ってるよっていう感じらしいです。でも、ハズって書いてある。そうなんですよ、ハズなんです。ハズなんです。全部そんな感じです。なるほどね。だからこの20年間は、いわゆる大きいメーカーさん、他の大きいメーカーさんもパテント代を払って作ったそうです。なるほどね。あ、じゃあヘッドセットっていう風に言って売ってたわけだ、その方式のものが。そうですね、その当時、はい、だからケーンクリックとかもそうだ。ケーンクリックはこの後多分これがケーンクリックになるんで、まあ、クリスキングとか他のメーカーさんがそのっ、うん、作るためにパテント代を払って作ってたって、うんうん、なるほどね、すごいな、はい、すげえな。そう考えるとマジですごい歴史もあるじゃん、ミュージアム級じゃん。本当に対応するステムは、何々なんとか用の何々ステムのアイデアを流用してアメリカにて作られたそうです。自転車、要はアヘッドセットができたから、じゃあステムも作んなきゃいけないよねってなったんでしょうね。はい、そうなった時に、今でこそ僕らアヘッドのステムなんていっぱいあるから、サンプルに使うなんてできますけど、当時はもうスレッドだけじゃないですか。じゃあこういうヘッドセットを作ったから、それに合うステム作ろうぜってなったら、もう見本がないわけですから、まあ何を。え、何、自転車のパーツ、自転車のね、パーツなんですって。あ、の何かを、そう、アイデアを流用したそうですよ。ちょっと待って、ちょっとマジで考えろ。自転車のパーツ、ステムっぽいのあります？舵取りしなくてもいいけど、ステムがあるみたいな。わかります？え？意味わかんない。そうですね、僕もなんか説明してるんですよ。あ、そうです。
タンデム用のリア用のステムのアイデアを流用してアメリカで作られた。はい、すごいですよねこれ。すごい。え、タンデムはその時からあったんだ。そうで、これもう今なんてアヘッドの方が当たり前の認識じゃないですか。そうですね。で当時はね、そのこのアヘッドの仕組みをやった時は、どこの自転車メーカーももうそんなの信じらんない、そんなの使うわけないみたいな感じの門前払いだったんです。へー。ここで受け入れられてなかったら多分まだに自転車スレッドのあれだったかもしれないっていう。なんでなんですかね。なんかあんなん来たら勝手じゃんって思うけど、ね、当時はもういや考えられへんって感じで多分どこのメーカーも断ってたみたいですね。今でもねアヘッドいっちゃうんだ。ねえ、チェイもだって残ってるもんね。でアメリカのアナハイム賞の展示やメーカーを回って売り込みを続けて、まあそうやって門前払いされたところに売り込みを続け、そのうちに、あ、これいいですね、金子さんとかシソスでフィッシャーやキャノンデールスペシャライズのナノメガツ使うようになって 4,5 年かけて世界基準に。あ、でも早いよ 4,5 年かけてって。うわ、でもあれだね、多分マウンテンバイクの時代なんだね、うん、これ。確かに確かに確かに、わかる、より強くってことですよね。そう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 、緩みにくくとかそういうことですよね。そう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 、確かに確かに。フィッシャーサイズができたの多分この時代だ、ね、そういうことですよね。でしかもそれはスレッドステムで、ヘッドパーツぶっ壊れないようにするためにでかくしたって、いつもね、ベアリングをね。そうで、なるほどな。で多分アヘッドにすることによって、そうだもんね、ベアリングも、うん、でっかくなるし、ベアリングが使えるところがでかくなる、うん、に使えるスペースがでかくなるのか多分、うん、そうだよね。俺さ、これすげえ、まあいいや、まだやべえ、しょいて。このジョン・レーダーさんがアイデア浮かばなかったら、いまだにもしかしたらね、まあ、その後ね、あの同じように考えた人いたかもしれないですけど、うん、もう何年も何年もあの今の自転車の企画が遅れてたことになるかもしれないですよ ね。 そうだね、ずっと1日だった可能性もありますもんね。ずっと1日だったし、ずっとスレッドだったかもしれないですよね。おっしゃる、スレッドがただ進化をしてたかもしれないもんね。カーボンスレッドステムがあったんですよ。いやいや、それ、ね、本当にそこさ、そっちの方に、しかもめちゃくちゃ固着しちゃってね。確かにそっちの方に流れなくてよかった。そう、本当によかった。違う世界線だったらね、もう俺たち多分今頃本当に本当にヒーヒー言ってる。そう、リベンデルにカーボンスレッドステムつけたいんですけどみたいな話をやるかもしれない。エンビーから出てたかもしれないですもんね。逆にもうアンチテーゼでリベンデルはヘッドだったかもしれない。なるほど。今でこそ世界基準ですけど、その仕組みをあの、ね、日本の吉貝さんが支えてたっていうのがね、もうすごいっすよね。すごいね。で吉貝さんっていう会社がなかったら本当にマジで自転車の形って多分変わってたんじゃないかなっていう、うん、ような事情内容でしたね、うんうん、すごいな。これさ、気になるんだけどさ、これ、ま、聞いてもらえたらでいいんだけどさ、はい、アヘッドステムってさ、どっちが先に生まれたんだろうなと思ってることあって、1インチと OS ってどっちが先に生まれたんだろう。あー、なるほど。次回までにじゃあちょっと確認取っておきます。なるほど、確かに確かに。3時間目の頭に復習できたらやったいいか、いいかもしれないですね。さしてくれ、はい、まあ、うん、吉貝さんの方で確認取れたか、そうだ、ね、って感じで、そうだ、ね、いきましょうか。はい、今日はテストに 出やすいところがいっぱいあったんだけど、ちなみにデジ一番これうわってなったのどこ。まず不動産屋のおじさんからってところがすごいよね。確かに不動産屋のおじさんですよ。そう、使いバッチリだよねこれ。そこがすごいなと思いましたし、確かに、まあ、あとは前のページに戻りますけど、うん、あのポン菓子を作ってたのがやっぱり熱いな。確かに今回はそうだね。戦後間もない頃そうだったんだなっていうのが知れてよかったですかね。ポン菓子と不動産屋のおじさん、いやいや、すごいっすね。これはこれはテスト出ますね。これはテスト出ます。なんかね、本当にね、5時間目まであるらしくて、5時間目終わった後テストやるんじゃないか、しないんじゃないかとかがあるんで。あ、めちゃくちゃいい、ね、しっかりあの予習、家帰って復習してもらえる。もう一生忘れねえもん、これ。いいと思います。はい、そんな感じで今日の授業はです。はい、じゃあ今日日直どっちだっけ。じゃあ日直これお願いします。はい、じゃあありがとうございました先生。あれ起立。気をつけ。あれ、ありがとうございました。